どうも、ピッチャーのしゅうきです。マサイ、最後、元明、ダーマ、どうも、ピッチャーズ大運動会というのが開催されます。イエスだ。まあこの動画が上がってる頃には終わってるんですけど、まあね、お金組っていうのはね、僕らドテネっていうブランドからね出させてもらってるんですけど、売れ行きがすごすぎた。大人気だった。嬉しい。ありがとうございます。圧倒的な売れ行きゆえにこの大運動会ができた。でその中でイベント参加者の方にはいろんなね運動をしてもらったんですけど、演目じゃないところで運動もさせてあげたいなと、そう思いましてですね、アスレチック作っちゃった。すげえよ、出た出た出たよ。いやこういうのってその日だけとかに作る方が正直大変なんですよ。そう、仮説結構大変なんですよ。ビジネス的に見るとやっぱりこれをいきなり作ってさあ解散って結構ねコストがかかる。あ、そうだ。まあ思い切ってます。今回ね、このために作ったアスレチックね、負けんなと言います。すごい。負けんな。はい。めちゃめちゃお願いいたしまして、そしたら作れます。すげえ。でどうせなら無料にしてと。うわ。はい。太っ腹。コスト度外視。やりたいことやっちまえ。もう楽しければいいということですね。なんとこのアスレチック無料で遊べます。成功するために頑張るみたいな、めっちゃ大事だと思うんで、これ無料で遊べるようにした理由がですね、何度もトライできるようにです。なるほど。クリアできるまで頑張る、それがやっぱとても美しいストーリーになると思いますので、ずっと続ければそれは負けじゃないので、という意味も込めて何回もチャレンジしてねと、楽しんでね、負けんな、一回失敗したぐらいで折れるな、そういう心をまあ名前に。期間限定なのに気合入ってんね。気合入ってる。今回やってみましょう。やった。俺らもやっていいんだ。負けんだ。初挑戦です。よっしゃー。簡単ではないと思います。今回はですね、イベントのためにたった1日のために作ったアスレチックをクリアしたいと思います。負けんなよ俺たち。スタートのとこまで行きましょうか。はい。すごないこれ。この規模感よ。この規模感マジで1日のために作んないから。大会ですよ本当に。回りました。さあ、なんですかこれ、福利厚生の時間ですか。こちらをやってもらいたいんですが、このアスレチック3000万です。マジでとくと遊んでください。本当にマジでだからやっぱね、遊んでもらった方がいいんです。これ第一関門です。3つトランポリンあるんで、飛んで飛んで飛んであっちに着地っていう、一個一個のトランポリンを越えるのも結構難しいんでね。はい、こちらですね、ターバンロープです。これは掴んで、ロープ掴んで足をね地面に触れないように向こう岸に渡ると。そして今回力入れましたこちらでございます。これすげえよ、なんだこれ、フィッシャーズグライダーとでも言いましょうか。このトランポリンでジャンプして上のバーに掴みます。そしたらですね、そのまま前に進んでっちゃいます。これ最後飛んで鉄棒にキャッチ。うわーでけえ。めちゃくちゃでかいでしょ。全部がむずそう。この鉄どっから仕入れたんだよ。この壁もアトラクションなんです。そう、壁渡りです。このフィッシャーズのこのグライダー、フィッシャーズグライダーと呼びましょうか。これができなかった人、できないなと思った方はこちらを選べるというね。運動ちょっと自信がないな、ちょっとこれはあれかなと思った方はこれじゃなくてこっちの壁渡りに挑戦という。最後こちらです。ジャイアントウォールですね。3メーターぐらいあるんじゃないでかっでかっ。目線でいうとこんな感じですね。走ってってこんな感じになってます。でかいね。こんな感じのアスレチックになってます。負けんな、でかいでしょこの負けんな。つけ終わったら、早速ね、挑戦していきましょう。この青いマットが、まあ、要するに水みたいなもんだからアウトね。ここに落ちたらそれではいきます。なおくんの挑戦、負けんな。レディースタート。じゃあいくよ。ちょっと待って、おいバカだよ、おいごめん。じゃ言ったけど確かにここはダメですよって。ここもダメだろ。黒や黒だけどダメなの。これもう違うこれはアウトで確かに。さあ俺が悪いわ。じゃあ何度かアスレチックやってるから分かると思ってた。なめんななめんななめんなじゃねえよ。なめられるだろそれ。ただおおっはい終わり。はい終わり。下半身大事よ。レディーゴー。けたよ。クリアしたぞ。そうよ、ほらお前らいけるぞこれ。ターザンロープです。ジャンプした勢いのまま来たかったな。え、そこの上の青葉だね。だね。あ、そこもダメだ。そこもダメです。じゃあ行くよ。平、ちょうどいいとこにはまったね。みんないけると思うよ。ターザンロープいけそう。ああ。さっきからずっとそれ言ってるけど。君たちならできる。漫画とかで死にゆく先生のセリフだよね。ガンマ行っちゃうか。いや、マサイが行くんだ。おい、情けねえぞお前。誰々が行くなら俺が行きますやろ。じゃあ俺が行くよ。お前はいいよ。それで言うと1回目行ったのはよくやったわ。だろ。でも俺が1回目行ってってたらなんで俺なんだって言ってたけど。離された。カットしろー。カットしろー。あ、じゃあんたほだろうな。なんで？え？俺から？マサイ君ですね。ちょ、恐怖体験が弱いんだよね。アンビリーバー僕。奇跡体験みたいに言うな。負けんな。レディースタート。落ちる落ちる。まあじゃねえんだよ。だからマサイ言ったじゃん。半端は変になる。おお、まあ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 、両足じゃないから言ったけどね。キモいけどインパラみたいな。インパラ。そういきまーす。おお、クリアクリアクリア。おお、クリアクリアクリア。ちょ、感触だけ見ていい？さあこちらですよ。ここがね、今回力入れたとこなんで。これ鬼だね。結構高いからね。しっかりトランポリン踏まないと多分届かないから。固定されてないからグリーンってなる。だから順手順手だと握力がいる。だからもうこういった方がいいんじゃないか。順坂だね。こう今のはいい失敗だった。ここに来てよかった。ほら拍手してる。あ、違うあっちの隣のサッカー大会。なんで？あ、お前関係ない。全く関係ない。なんだ見てねえ。割と悔しいぞあれ。割とだ。すごい悔しくないの？間違えた言葉。俺にとって割とは結構でかいほど。ますか。ダーマはギア外せって言ったら外せるタイプだと思ってる。そう、最近外したギアに体がついてきません。空回っちゃってんだ。そうなんだよ。エンジンだけ吹かしてるみたいな。そうダーマくんの挑戦です。スタート。うまい。いや、むずい。このビッグウェーブに iPhone 発売じゃねえ。ザカオくんの挑戦です。スタート。靴紐を結んでいきます。うまい。え、うまいんじゃね。うまい。うまい。めっちゃうまいよ。やっぱ勢い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 。うまいよ。心配。まあ俺いけたからできるよ。あのザコの横とは気にしないでください。あの先ほどまでは俺褒めれたんだけど、あの立ち回りするとザコです。いいね。こっからだよね。でもこっからこっからいけるよ。飛ばしていきます。届かなかった。ちゃんと高い。目線がどこに最初やるべきなのかはちょっと分かんなくて、やることもやった。処理数が多いわ。ちゃんと悔しいな。まあまだまだありますから。よし、行くか。頼むよ。やだ、本当に勢いが大事だから。いきます。それでは元木の挑戦。ゴー。あ、これ。あ、これ。届かなかったけどいける。トランポリンあんま活かせなかったけどね。ナイス。余裕。余裕。まあ問題の。さあ、ここですね。これ掴むのが結構大変。結構バコーンいかないと届かない。野崎、その説明で大丈夫？腑に落ちてる？まあなんかグリーンとかバゴンと言ってるから勢い大事なんだろうなと。そう一応カメラ持ってるから喋んないといけないからさ、なんか仕方なくやってみたいなやめてほしいんだよ。いいんだよ、素直に使えそうな自分の経験からのアドバイス欲しいわけ俺は。しっかりとしたやつ、まあ、だから使命感で話すなんて別に言うことないんだったら、まあ、頑張れとかでいいのよ。まだクリア者いないからね。来た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 。くっそー、僕のパイプ掴めないんだこれ。これな、勢いが殺されちゃうんだこれ。上に沿っていくときにスピード落ちてくんだけど、どこで手離したらいいか全然わかんない。掴むのは意外といける。いけた、うん、挑戦するのは初めてなんで、正直ロープよりこれのが怖い。自分がやりたかったものを作ったシルクロード。シルクロードの挑戦、ゴー。ナイスー、難関でございます。さあ、順坂が正解。掴めたんだけど、やっぱ回るからそれを調整しようとして飛びつけなかったって感じ。オッケーオッケー、理解。回転を抑えて飛ばないと。これないよ、さっき俺タッパが足らんのがあるから届くかなでこれやめてこっち行ったの。次はそのままこれで掴みに行きまーす。さあどうだ、さあこれです。順坂からの投げるように。すごいこの人。コツをつかんだ。高ないってか。めちゃくちゃ高くね。これね、上向いちゃいけないのよ。オッケー。いやー。オッケー。いやー。よし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 。すごいすごいすごい。負けんな、クリアです。さすがー。やったー！あのグライダーのやつ、うん、初挑戦だしコツを誰かに教わったことないけど、握った瞬間に分かるものある。へえ、うん、握った瞬間もうコツが頭の中で出てきたから。マジか、うん、それ通りにやったら結構すんなりといけた感じかな。でも難しいことに変わりはない。クリアー。なんで遠いすぎる。とりあえず俺はクリアできたと。ナイス。よかったわ、なんか俺らとか誰一人もクリアできない。一番怖いやだった。時間が許す限りここからトライしていきましょう。オッケー。でもさ、壁の方ってやってみていい？ああ、いいよいいよ、壁渡りの方。あれも要はグライダーがちょっと高いじゃん。だからちょっと怖いなーっていうこのように作ったんです。なるほどね。あっちも遊んでください。もう悔しい人はグライダーやってみて。あ、俺グライダーやろうかな。ちなみにやった感じ、順坂でまず掴む。下がり出したら後ろにかからなかった。なるほど。で落ちたなーと思って上がる瞬間にバーを投げるように。はあって考えたら多分いけると。ああ、そういう感じね。いか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 い、やっちゃ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 なんだあいつ、やっちゃやっちゃいかいかいかい。まあここもちょっと一発でクリアしたいよね。あんまいつの間にかスタッフみたいになって。確かに誰だ。ありがとうね。いきます。逆手の方がうまくつかめなかった。悔しい。じゃもう一回やっていい？いやいや、あっしゃー、さすがー。まだ残ってるからね、行ってみる。ここもやります。いきます。ね、安定度合いが違うね。ナイス、ほらいった、きた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 、いける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 、いけぞー、いったいった、うわーいけぞーって、俺これ系初めてかも。ナイス。さあこれ初挑戦、壁渡り、さあマークに差し掛かったよ。ダンスある、お尻がでかい、下見れない、もともと見れないけど、あれいけてる、まだダンスあるよ、次は足幅狭くなるから。おい、危ねえ、クリアしたクリアした、クリア待って、俺ここまで来れるぞ。壁来たよこれ、こういう壁一回もクリアしたことないわ。ガバとか滑り止めとかも特にないから、それがやっぱ上半身全部入ってないといけないわ。そうだね。いやでもちょっとここまで来れたことも誇りに思います。壁とロープできたのが俺びっくり、すごいよ、初めて。いいぞー、いいぞー、おしろ、マジでよかった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 、悔しい、マジで頑張ったよ。負けてはいない、俺諦めてはいないから。そうだよ、まあ時間とかいろいろあるからしょうがないけど、悔しいな、普通に熱中できるアスレチックを作りました。すごいね、なんかね、チャンスがあったらまたどっかに何かの機会で、もしかしたらなんかそういう感じでね、出張負けんなみたいになる可能性があります。あ、もちろん数百万円とかでは作れません、これ数百じゃ作れません、1000、はい、あ、もっと遊んどきゃよかったな。でもそれを無料で遊べる。感謝ですよ、みんなのおかげでこれができたんでしょ。そうですね、すごいよ、本当に遊んでほしいという一心で、もう何円かかろうか知るかということでこれ作りましたので。いや、いいんだよ、それでなんかみんなの思い出とかなんか経験になったらそれでいいよね。そう、間違いない。イベントがね、大きく盛り上がるものであればそれでいいんです。それ以上の価値はもうないわ。費用とか時間だったりいろいろかかったんですが、皆さんに遊んでほしくて無料で負けんなというアスレチックを作ったという動画でございました。ありがとうございました。はい、まあこの動画出た頃にはもう終わってるんですけど、そんな言わないで、またどこかで、まあこんなものがありましたんで、逆に言ったら皆さんの知らぬところでこんなに費用のかかった、ちょっとみんなに喜んでもらいたいっていう一心で作ったアスレチックができてたっていう、そういうのを報告する動画です。まあまたいずれもしかしたらこれどこかにできるかもしれないので、その時お楽しみにという、ぜひ応援してください。はい、明日がイベントなんですね。そうだね。まあイベント成功させましょう。よっしゃ、頑張ろう。盛り上げるぞ。はい。ということで皆さん本当にお金組いっぱい買っていただきありがとうございます。ありがとうございました。そしていっぱいポストしていただきありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それではせーの。あり。動画見てくれてありがとう。セカンダリー X、 インスタグラム、他にも動画もいろいろあるぜ。チャンネル登録よろしく。せーの。あり。うたけだ。ああ。